今ですね、長期有料住宅を手掛けて全館空調、それを採用するにあたって基礎の気密化を図る、より測らなきゃいけないというので、シロアリ駆除に対するどの方法が一番いいのかなっていうので、探していたところ、興味を持ってちょっと今日は参加させていただきました。非常に分かりやすかったと思います、ね、我々やっぱりシロアリの昔からやってる、いわゆる薬剤を投付するという形を取ってて、まあ、現場の職人からはもうひどく塗るともう頭痛がする、もう天井まで塗ってほしいっていうお客さんがいて、実際に塗ったらもう現場の施工する大工の方がもう体調不良を起こしちゃったっていうことがね、ちょっと経験上持ってたんで、まあ、それからどんどん国もほらいろいろと薬剤の規制をかけてきたと、まあ、それでどんな風になってんのかなっていうのが漠然と思ってた、まあ、ところに、まあ、こういう情報とかが入って、より聞いてみると、まあなるほど、そういう非常にいいものが実際はあるんだなということに気づかされましたね。抗酸というものがね、そこまで木材に対する、まあ、効果が あるんであればね、ぜひ採用の方を考えていきたいと考えています。